タガメとか、まあ、サソリとか昆虫カレーの、 あの中辛を。じゃ昆虫カレー来ました。こちらです、コオロギが。はい、というわけでね、昆虫カフェ行こうかな、今日。シューザー入るのでお金払わなくても、あの昆虫がいただけるというカフェに行こうかなと思います。ちょっと今日はね、こちらご案内しようかな。昆虫カフェ。前ね、ゲームセンターだったんですけど、それ変わって、昆虫カフェになったということです。可能であれば。あ、あとあのこれをいただいたんで。はい、自販機より種類が多いなと思いますね。さっきの自販機はそのバンブーワーム、まあ、幼虫ミックス、アリの卵とか、まあ優しいやつですね、バッタとかね。ここはね、結構ね難易度が上がって、タガメとか、まあ、サソリとか、まあ、女王アリとかね。今日はね、昆虫カフェできたらしいので行こうかな。昆虫食一品プレゼントします。はい、これいただきました。ミルワームですね。その日のうちにお召し上がりください。昆虫カレー の、 あの中辛をお願いします。こちらの一つでお願いします。はい、ライオンキャッチャーも昆虫なんですね。昆虫好きな人いいかもしれない。で、夏休みの宿題でなんか昆虫ね、昆虫食べたらどうだったとか、いろいろね、自由研究みたいなのもいいんじゃないですかね。ミルワーム、なんかワームがこんな味だったとか、タガメがこうだったとか。自由研究食レポ。昆虫狩り来ました。こちらです、コオロギが上乗ってます。ジャマイカンフィールドコオロギ。じゃあ早速いただきます。コオロギかな。
ャック菓子のような、うん、ちょっとなんか、なんだろうな、さやエンドウの、さやエンドウあげたような、カレーは、まあ、普通ですね。はい、というわけで昆虫カフェ行ってきました。まあね、なんかまた違った感じですね。こっちから行こうか。いいな昆虫カフェね。なんか気軽にね、なんか昆虫食べれるっていうのもなんかちょっとおかしな話ですけど、なんかちょっとネタにねいいのかなと思います。でもただね、昆虫を食べるっていうお腹で来てんで、昆虫からなんだろうな、カレー食べるとちょっとなんかやっぱ重いですね。昆虫で食べようっていう腹です。はい、ぜひね、興味ある方はね行ってもらいたいなと。家族でとかカップルでとかいいんじゃないですか、話のネタに。はい、というわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。